はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。フレーゲル男爵様、佐藤子様、お手紙をご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金に活用させていただきたいと思います。日本気象協会発表、今後1ヶ月間はこの時期としては10年に一度レベルの暑さになります。早めに暑さの対策を。去年の夏は、まあ、観測史上最高に暑いってなりましたけども、今年もか。昨日はうちの室温が29度超えまして、我慢できずに冷房をつけました。皆様の家のエアコンのガスは抜けてませんでしょうか。今のうちに試運転、試験運転させておきましょう。テレビでですね、83歳のおじいちゃんがですね、電気代が高いから冷房はつけないで、34度、室温34度でも冷房はつけないっつって、でスポーツ飲料1日3本ぐらい飲んで、これで大丈夫なんて言ってるのをやったそうなんですけれども、1日3本スポーツ飲料飲んでたら、そっちの方が電気代より高くなっちゃうんじゃねえのかな。34度で無風だと多分耐えらんないですね、若者でも。ですんで、まあ、扇風機とかはあるのかな。窓全開で風入れて、やってるんでしょうか。危険ですよね。でも83歳で34度の部屋にいてさ、冷房つけないっつって威張ってるおじいちゃん、危険ですよね。やばいな。こんなことは見て真に受けたおじいちゃんたちが、うちも冷房つけないでスポーツ飲料とか言って、どうにかなっちゃったらどうすんだって、ハラハラしちゃいますけどね。裏金防止のための政治資金法を改正。知らなかったら政府がまかり通るザル改正でした。世論です。民間は知らなかったじゃ許されないのにね。裏金議員が集まってルール作っても半年以上もダラダラ揉め続けて、これかよ。立憲も守谷市でスタッフが勝手にやったから政府ってやってるもんな。これ立て看板放置した事件ですね。113枚をしょうがなくて守谷市が片付けた。片付けろっつっても片付けなくてみたいな、そんな話ありましたね。でスタッフのせいにしたっていう。10年後に公開って賄賂脱税、10年経ったら全部時効だろう。秘書3人有罪でも議員やってる小沢さん、清々しいぐらいのクズですな。もう裏金合法化みたいなもんですな。秘書がやりましたで逃げる気満々と。どういう仕組みで知らなければ政府かっていうと、秘書やスタッフに作らせた帳簿を確認してですね、確認しましたっていう確認書を交付する義務が新しくできたんですけど、議員に出してね、裏金がある帳簿に確認書を出しても議員は何の責任も問われないんだって。バカみたいですね。じゃあ何、確認する意味なくない？確認したって責任取らないんじゃさ。これでよくですね、これで再発防止できるとかドヤ顔できるもんだなと思って。堂々と裏金をですね帳簿につけても、もしバレたら秘書がやった、会計がやった、知らんかったで逃げれることを合法化したってことですよ。すげえなー。これじゃあ今まで以上にですね堂々と裏金脱税しやすくなるんじゃないですかね。高市さんとか青山さんとか小野田さんとか杉田さんみたいな分かってる議員さんたちはいつまでもですね昭和な自民党にいて辛くないんだろうか。河野太郎みたいな中共のスパイがでかい顔してるしね。昭和だなって思いますよ。ポリコレの巣窟、世界経済フォーラムダボス会議が今年もですね世界ジェンダー平等ランキングを日本に断りもなく勝手に評価し発表しておりました。まあ、日本に限らず他国もそうなんですけど、何断りなく勝手に評価しちゃってくれてるの、いう話なんですけどね。日本18位、 G7 最下位、朝日新聞や赤旗がものすごく嬉しそうに大報道をしておりました。世論です。それの何がいかんのや。何気に低いイタリア、社会に出るより専業主婦希望が多いから日本人女性は世界一の寿命を楽しんでるんだが、出世したい女性弊社にはおらんで、
ここってチャイナマネーに汚染された組織だぞ、そもそもどうやってポイントつけとんねん。ジェンダー平等イコール幸福ではないだろう。日本ほど女性が優遇されてる国ってある？専業主婦になれんかったフェミがこの指標でギャーギャー言ってるの草男が死にまくれば順位上がるで、ソースはルワンダ。ああなるほど、このランキング中国が日本より上だそうで、そんな指標だったら最下位でええわ、ダボス会議ってあれでしょ、あの二酸化炭素ガーとか言ってるくせに自分らメンバーは、車の1000倍も万倍も二酸化炭素出すプライベートジェットで集まってみて、日頃もあのジェットに乗ってみてえな、ダブスタ連中でしょ。いつになったらこういうですね、あの綺麗事言ってあとは知らんぷりっていうあの人種いなくなるんだろうね、人類はいつこういう連中を撲滅できんだろうね。綺麗事言ってあと知らんぷりですね、ルワンダでは男があの減って減って減りまくって女性議員の比率が高いから日本より順位が上なんだって。ダボスが決めるこの指標、順位が上がるほど女性が不幸ってなってないこれ、あとさ、あの女性も徴兵されたら跳ね上がるしさ順位、大体あの世界一の寿命を誇る日本人女性がですね差別されて虐げられてるわけないだろうが、フィフィさん、日本人女性は恵まれた環境にいるので社会を変える必要に迫られ議員や管理職を目指さない、なるほど、一理ありますね、恵まれた環境にいるのでこれは寿命が世界一長いことからも分かりますよね、で社会を変える必要性を感じてない、世間を変えなきゃって全然思わねえから議員も目指さないっていう、これあれだって、立候補者男が9割女性が1割なのに当選者は男8割女性が2割、つまり立候補男の2倍当選しやすいってことですよね、女性優遇されてんじゃん。118位に大喜びの朝日屋赤旗、こっからですねどうにかへりくつこねて日本人女性は差別されてるって持ってくかが腕の見せ所ですね。未だに朝日とか赤旗の読者で居続けるような治療不可能な不可逆的バカ以外は誰も相手しませんけどね、ロシアの脅威に備えてデンマークが男女の徴兵を決定、女性も徴兵します、こういうことをやればダボスの平等ランキングは跳ね上がるんですけど日本人女性はそれを望むのか、ダボスの平等ランキング男女平等ランキング、これ順位が上なほどその国の女性にとって過酷ってことにならない、世論です。偽フェミども、これが本物の男女平等やで、素晴らしい、これが本当の男女平等やん。女性は弱くないって言ってる人たちもこれで報われる。フェミ違う違う、そうじゃない、こういうんじゃない、ギャオーン。しかもフェミさん大好き、北欧国家で草。ノルウェーとイスラエルも女性を徴兵してるな、まあどっちも人口少ないですからね。ノルウェー800万ぐらい、イスラエルも800万人ぐらいじゃなかったっけな、デンマークの人口は590万人、絶対的に少ないからやむを得ないんでしょうね。女性も兵士に、徴兵逃れで妊娠する人多発しそうなんですけども、それはそれで少子化対策になっていいんじゃないでしょうか。女性も徴兵すればジェンダー平等ランキングは跳ね上がりますけれども、日本のフェミをですねランキング上げるために自ら自衛隊に志願したらどうだ、出生数 0.71 でですね日本以上の少子化に悩む韓国でもこのままでは軍が維持できない、女性も徴兵すっか、議論が盛り上がってるそうであります。これをすでにですね徴兵の心配がない年齢のおばさんフェミがそうだそうだっつって若い女性を軍に追いやろうとしてんだって、なんか勝手に滅びてくれそうで何よりですね若い女性軍に追いやったらますます少子化進むんじゃないかとか、そういうことは考えないんだろうな。まあな、7月3日から新紙幣流通開始、それぞれにお札を吸い込む機械がついているパチンコ店の回収費用が莫大で倒産多発警報発令中。昔と違って今はですね、1台1台に玉を買う機械がついてるんだって。
昔はまああのあれですよね、店舗に5台ぐらい玉買う機械がついててじゃなかったっけ、覚えてないけど世論です。別にいらない施設ですし、駅前の一等地が開くね、パチ屋の跡地は結構大きなスーパーになってたりする、郊外のあの何百台って駐車場あるようなパチンコ屋のことかなこれ、今って一台一台に金吸い取りマシンついてるんだっけ、どうせいずれはなくなる運命、某国のテロ資金が減って何より、全部の台についてんのか、それは大変だな、ラーメン屋さん食券機の交換どうしようって記事、見たことありますけれども、ラーメン屋さんとは違ってですね、台の数だけ買えないといけないパチンコは大変ですね、100台200台買えなくちゃいけないでしょ、昨年のパチンコ倒産件数は過去最多って記事見て喜んでましたけれども、来年もですね同じ内容のニュースで喜べそう、新紙幣見慣れないうちは違和感すごそう、おっさんになるとあの若者ほど柔軟性がないんで、いつまでもあの慣れそうにないっす、なんかおもちゃみてえだなーって、思っちゃいそうですね、これ本物かなんて今日の単身、日本のテレビは絶対に放送しなさそうなニュース3連発、どうしてそう思うかっていうと、なんかあの中国は日本の敵で間違いないなって思わせるようなニュースが3つ続いたから、12日、日独兵站協定が参院で可決成立、これにより自衛隊とドイツ軍の糧食や燃料弾薬の融通がより円滑に、これ中国イライラ案件ですね、立憲共産社民令和のいつもの連中は反対、特は4党って言った方がいいのかなこれ、ドイツ軍が台湾防衛に出動したり、自衛隊が欧州まで出張するような事態が起きるんでしょうかね、日本は日米同盟しかねえから欧州まで行く事態考えにくいんですけどね、まあ、NATO に入ったら別ですけれども、どっちにしても遠すぎるな、テレビがやらなそうなニュース2、各国の軍艦が相次いで来日、10日オランダ軍フリゲート艦トロンプが長崎港へ、11日インド軍フリゲート艦シバリクが横須賀港に、12日トルコ軍艦クナルアダが東京に、8月下旬イタリア軍空母カブール来日予定、ドイツフランススペインが自衛隊と共同訓練ため戦闘機を日本に派遣する予定、どうやって運ぶんだろう、中国イライラしちゃいますね、各国とも中国崩壊後の分け前にありつこうと必死に見えますけど、遠征に備えてウクライナにはより一層のロシアの抑え役が期待されますね、欧州が、手薄になりますからね、あの欧州の軍隊こぞってあの台湾周辺に来たらね、3発目、 EU 中国製電気自動車に 38.1% の関税かけます、中国政府がですね、あの採算度外視の補助金つけて不当廉価販売しているため、ここに来て中国に対して殺意むき出し、まあ、そうなるようにですね、あの他国の経済を支配しようとして補助金つけて自国のものを売りまくってから、まあ、自業自得ですね、各国軍艦が続々来日なのも必然ということで、これらの3連発のニュースはですね、日本人に、ああ中国って本当に敵なんだなって思わせるからテレビでやらないと私は思うんですけれども、割ともあのテレビの方が危機感持って、中国さんこんなことになってますよってご中心のために放送するかもしれない、どっちかわかんない、私はテレビがないんでわかりません、確認しようがない、ドジャース移籍結婚水原一平スキャンダル新居購入など大谷翔平ネタで息をついていたフジテレビ、新居の住所をバラすような放送して大谷選手の怒りを買い出禁となったことでワイドショーイットやスポーツ専門のスポルトが番組存亡の危機、社内は大混乱で誰かを生贄にすべく戦犯探し開始だそうであります、幼稚なバカは戦犯探しすんだってね、責任をあの他者に押し付けるために、そんなことよりもあの再発防止であるとかそういう原因解明の方が
重要なんですけど、まあ、あの先輩さんが指すのがバカで幼稚な組織の特徴、読んだことあります。公文社女性自身の取材に対してフジテレビ、お答えすることはありません。日テレ一切お答えしておりません、大谷選手の家は勝手に移して勝手に放送するのにね、他者を叩くときはどこまでもどこまでもしつこく食い下がるのに、自分たちの質問は自分たちへの質問は一切答えないっつうね。さすが世界最低の日本のテレビ業界だな。富士はこれから内輪揉めの地獄絵図ですね。正月に地獄絵図飾ってる場合じゃないやったね。東京医科歯科大学発表、所得が225万円以下の人は肥満&高血圧傾向。肥満だから必然的に高血圧になるのかな。最近はあのドーナツや菓子パン、惣菜パンのカロリー見て驚きます。これ3つ食ったら1500キロカロリーじゃん。1日これで終わりじゃん。驚くこともしばしばであります。欧米では生野菜が高いんで、ビーガンっていうのはですね、あのそれを続けられる金持ちアピールの側面があってかなり影響してる。ビーガンでもねえのに私はビーガンよっつって金持ちぶるっつうのも流行ってるみたいであります。だから生野菜が欧米ほどそれほど高くない日本でビーガンブルっていうのはよっぽどでしょうね。まあごくごく一部の人除いて日本ではビーガン流行んないよな。あれだもんな、うまいもの多すぎんもんな日本はな、なんて、思います。というわけでジェンダー平等が上に行けば上に行くほど女性は不幸という説を私は提唱したいと思います。メール登院さん、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。